はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、3月21日ニュース見ていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、まず最初は、ゼレンスキー大統領がね、日本で、ほら、23日国会でね、このビデオ演説やられますよね。一応その予定じゃないですか。そこでね、何を語るのか、何が語られるのか。ね、だって続々と他のね、例えば今日だったらもうスイスの話とかも出てましたよね。スイスでもなんかゼレンスキー大統領の発言があって、ちょっと炎上してるらしいですよ。それはちょっと後で見ていきますけども、日本ではじゃあ何を語るのかなと。そこにやっぱり注目が集まって、日本のマスクもね、ああじゃないか、こうじゃないか、というよりも、ああだといいな、こうだといいな、みたいな記事がね、飛び始めてるんで。でね、ここで言わ、そう。だから、日本のマスコミが勝手にこうだろうと、この人が批判されるんじゃないか、この人のこれが非難されるんじゃないか、されるといいな、的な、そういう内容っていうつもりで聞いていただければいいんですけども、そんな話だったりとか。ウクライナのこのね、ゼレンスキー大統領がスイスで演説して、このスイス銀行の口座凍結を訴えて、スイス銀行にね、推定この25兆円分あるんだから、それを凍結しろみたいな話が出てからの、この戦争を始めた奴らの金はあなたたちの銀行にあるんだ、みたいな。やっぱりスイス自体を、批判してくるんですよね。スイス企業、例えばスイス企業のネスレが、今もロシア事業を継続してるじゃないか。ね。我が国ウクライナでは子供たちが死に、町も破壊され、食料も水も電気もないというのに、なんということだと。スイスまるっと非難されるわけですよ。政府も企業も。だからドイツと似たような格好ですよね。ドイツでもほら、ドイツや他の国々のせいで悲惨な結果を招いたんだって、ゼレンスキー大統領、まるっとドイツ、非難しにかかってましたよね。じゃあこれを踏まえて、日本で何を言うんでしょうかと。そこをね、このみんな注目してると思うんですけども、ここで出てきたのがね、日本のマスコミがね、ゼレンスキー大統領が日本の国会演説で、安倍さんとプーチン大統領の蜜月を批判かって、もう完全にこれ蓮舫さんが言ってたやつ、そのまんまですよね。あれ、蓮舫さん言ってませんでしたっけ？こんなような話ね。ちょっと、マスコミの希望願望っていうことをね、分かった上で、何を期待してるのかしらっていうのをちょっと確認していきましょうかね。安倍さんか。安倍さんなんだ。ロシアから侵攻を受けているウクライナのゼレンスキー大統領が3月23日に日本の国会でのオンライン演説をする方針が固まった。ゼレンスキー大統領はこれまでアメリカ、英国、ドイツ、カナダの議会でもオンラインなどでスピーチを披露。その圧倒的な発信力で、それぞれの国の議員、そして、国民の心を動かしてきている。ウクライナにとって都合のいい方向に流れたかどうかはまた別の話なんですけども。で、今回、日本の国会に向けた演説でも爆弾発言が飛び出すのではないかと注目の的になってる。僕は爆弾発言バンバン吐き散らかしてってほしいですけどね。ゼレンスキー大統領はロシアの侵攻を受けてウクライナへの支援などを呼びかけるため各国の議会にオンラインでの演説を打診してきた。3月16日はアメリカ議会でスピーチ。その内容が大きな支持を集めるとともに物議を醸した。自民党関係者が言うには、ウクライナの窮状を訴え、アメリカからの支援を求める見事な演説だった。途中にマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの、I have a dream を弾く下りを入れるなど、アメリカ人の心に、触れるような工夫が随所にあった。いきなり侵攻を受けたウクライナの置かれた状況を説明するため、1941年12月7日の日本軍による真珠湾攻撃も引き合いに出し、パールハーバーを思い出してくださいと語りかけました。もちろん日本人の目線から見れば、軍事施設を標的にしていた真珠湾攻撃よりも、人類の歴史上で唯一広島と長崎で民間人に向けて核兵器を使用した当時のアメリカの方が、今核攻撃を示唆しているロシアのプーチン大統領と重なってくるように思えるのは当然。ただし、アメリカでのスピーチで真珠湾攻撃に言及する効果は抜群で喝采を集めていたと。で、ゼレンスキー大統領の言葉の力は卓越していると。なんか大絶賛ですかね。マスコミがね。さあ、いよいよ匂ってきましたね。で、3月17日、ドイツで、ビデオ演説した際には、ドイツからの支援に感謝の意を示すと同時に、近年のドイツとロシアの関係を批判することを忘れなかったと。
ドイツ、ロシアを結ぶ天然ガスパイプライン、ノルドストリーム2などについて、結果としてプーチン政権が戦費を稼ぐ手段となったことをきちんと批判しました。その上で、かつて東西冷戦の象徴だったベルリンの壁を打ち壊したドイツに向け、欧州に再び自由と不自由を隔てる壁ができていると訴えかけ、それを打ち破るために支援を要請した。各国に対してアレンジを変える、相当練り込まれた演説だと。まあなんかマスコミのね、大手政治部記者って言われてる人が、まあそうか、なんか書き連ねてるんですけど、まあこれなんか確認したい人はね、うん、ソース、ググってみれば当たれると思いますんで、どうですかね、安倍さんですか、安倍さん、蜜月と呼べるような素晴らしいような、なんかこのロシア、北方領土ですよね、成果あったかな、なんか北方領土ね、一つでも二つでも返してもらえていたら、まああるいはこの点でね、蜜月と言っても差し支えないんじゃないかと思いますけども。まあでもなんだろう。おそらくこの反日勢をね、そうだそうだってこのマスコミ使って、まあ誰がね、どこの誰がね、誰たちがどういう意図を持ってこういう記事書かせてるかっていうのがまあ丸見えなんでね、うん、特別盛り上がりもしないとは思いますけども。うん、まあとりあえずね、うん、盛りかけ桜がポシャったんで、次ここで行くつもりなのかな。ね。なあ、もう、あの人たち、あの界隈の人たちは、ね、まあ、歓喜してるんじゃないですかね。うん。まあ、でも、あれですかね。仮にですよ。ね、彼らが言う通り、だったとしましょう。ゼレンスキー大統領がね。うん。まあ、そんなこと言うようじゃ、ね、まあ、あくまでも、マスコミの希望願望通りの、スピーチ内容だったとしてですよ。ね。たらればでもかなり次元が低いたらればですけど、ね。あえてそれに乗っかって、ね、それが本当だったとしましょう。とすれば、そんなこと言うようじゃね。うん。まあ、それはロシア、プーチン大統領もね、攻め込んでも仕方ねえんじゃねえみたいな、そんな次元のね、なんか低レベルの話になっちゃうと思いますけども。まあでもね、さっきもちょこっと言いましたけど、ね、なんか変にこの日本のこう顔色を伺ってね、うん、遠慮して、ね、言いたいことがもし別にあったとして、ね、それを遠慮して、なんかこう日本国民の、ね、こう世論が、ね、この味方につけやすいであろう、ウクライナにとって都合がいいような、うん、っていう程度でやめるんじゃなくて、きっちりね、日本の、できればね、その昔話じゃなくて、このかつてのっていう話よりは、今のこの岸田政権の、ね、このこびっぷり、ね、特にそう、だからこの、安倍さんをっていうんだったら、だったら鈴木親子に、このターゲット、まあ、ただ知名度、影響力から言うと、安倍さんに匹敵はしないですからね。ただ、ね、ロシアとこのズブズブっぷりっつったら、やっぱりそっちの方がはるかに、うん、だからその辺をね、うん、このゼレンスキーサイドがね、把握してるかどうかがちょっとよくわかんないですけども、まあ、この辺のさ、この演説の内容のこのすり合わせとかする段階で、まあ多分やりますよね、そういうのね。いきなりぶっつけ本番で何が出てくるかわかんない、ワクワクドキドキみたいな、そういうやり方は多分しないと思うんで、だからそこでやっぱり日本のね、この日本政府、岸田政権側が、ね、ちゃんとなんかその辺をさ、ね、ウクライナ側に、いや、実はね、こういうことをね、かつて言ってやっていた、ついこの間まで、てか今の今まで、ね、うん、思いっきりロシアサイドで、ね、この日本を批判している人たちもいるんですよ、鈴木親子っていう有名な、みたいな。そんな感じでちょっと情報提供ぐらいしといてもらいたいですよね。いや、だって嘘でたらめじゃないじゃないですか。事実としてそういうね、状況にあって。うん。いや、もうね、もうロシアと、まるっとロシアとズブズブでウハウハだったんですよ、この親子。叶わないっすよね、みたいな感じで。まあ、そんな一言みたいに言ったら逆に叱られちゃいそうなんで、あれですけども。まあ、安倍さんがっていうのはちょっとね、なんか変な感じで、もうしっくり来ないですけどもね。うん。まあ、あれか。逆にね、逆だったら、まあだから北方領土をね、どうにか取り返したかった安倍さんを裏切ったのがプーチン大統領みたいな。そういう扱いでっていうんだったら、まあわからんではないですけどもね。さあ、何を言ってくるんでしょうかね。じゃあちょっと後半サロンの方でこのスイスでどうこうっていう話をね、一応話があったんで、ね、見ていきましょうかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。